後方から7番飯田が上昇中段、さらには前台と車を進めていきます。前で待つのは4番村本、さあ中段で一旦足を止めて7番飯田、内には2番の伊藤、3番手が並走状態、2コーナーからバックに入りました。誘導残ったまま4番村本が先頭、レースダッシュを迎えます。鐘を聞いて4番村本先頭です。中段並走変わりません。さあ外並走から7番飯田が上昇、前を抑えに行きます。4番の村本を抑えていく7番飯田、4番の村本の位置取りは3番手、最終周回、さあ7番飯田の先行となりました。マークに8番駆動、さあまくり上げは9番の高久は前段接近、内をすくっていく4番村本爆整地、先行勝負7番飯田、さあ番手まで追い上げて4番の村本インコース、外は8番の駆動、3番の佐藤が3番手、さあ縦に踏んでいきます。前段4コーナーから直線コース、7番飯田先頭、番手守って8番の駆動、中丸1番の藤田、3車並んだ、8番駆動か。